FKD ショッピングモール、宇都宮インターパーク店、海 KD ショッピングモール、宇都宮インターパーク店、インターパークショッピングビレッジ、株式会社福田屋百貨店は、栃木県内において、百貨店業態の郊外型ショッピングセンターや、専門店モールなど、大型店舗を、複数運営している、自場資本の企業、日本チェーンストア協会、及び日本ショッピングセンター協会には加盟している、 ものの、日本百貨店協会に加盟していないので、全国百貨店共通商品券は使用できない。1934年7月に、福田直次郎が、宇都宮市で洋服店開業。1948年10月1日に、有限会社福田屋洋品店を設立して法人化し、1952年11月に、株式会社福田屋洋服店に改祖した。 1962年2月に、同志馬場通り2丁目1の1に、百貨店法による百貨店を出店した。増床工事中の1970年9月には、工事現場から火災が発生し店舗が全焼。営業時間外だったため死者などはなかった。全焼したものの建物の外枠は再利用可能だったため急ピッチで再築を進めた。1971年に、 売り場面積を倍増している。1976年11月に、猛歌市に、猛歌店を、1989年4月に、鹿沼市に、鹿沼店を出店した。猛歌店の成功で得た利益を原始に、後の福田屋ショッピングプラザ宇都宮店となる敷地を、バブル景気の前に購入しており、かなり早い時期から、米国のショッピングセンターが、モデルの、 車社会対応型百貨店の出店時期を伺っていた。1990年代に入り、バブル景気崩壊後の不況や中心市街地の空洞化により、全国の地方百貨店が生き残りを模索する中、同社は大規模小売店舗法の大幅な規制緩和を受けて、本店の公害脱出を図り、期間店となる福田屋ショッピングプラザ宇都宮店を開店。 全国有数のモータリゼーション社会となった地域特性に対応して大成功を収めた2003年北関東自動車道宇都宮上野川インターチェンジと新4号国道が交わる交通の要商インターパーク宇都宮南に宇都宮店をさらに進化させた新店舗として f k d ショッピングモール宇都宮インターパーク店2005年にはその隣接地に 専門店モール、インターパークショッピングビレジ、2008年に、インターパークショッピングスタジアムを出展し、北関東最大規模の商業施設、インターパーク FKD タウンとして、茨城県西地域を含めた広域証券からの集客に成功している。同業者による店舗視察も多く、百貨店業界の勝ち組として注目されていたが、インターパーク3施設への過剰な設備投資が、 重荷にとなったことや2008年秋のリーマンショック以降の売り上げ少が響き2010年2月期、決算は4億円強の最終赤字に転落。不採算店舗の赤字穴埋めができなくなった。足利銀行などの地元金融団は、経営人刷新を条件に、同社の全面的支援を表明している。開店当初から不採算であった、栃木店とインターパーク展開業により自社競合し、 売上減少に苦しんでいた、もう家店の2店舗を2011年に閉店した。不審の IPS スタジアムをテナント主体の運営に切り替え、ユニクロ大型店舗を誘致、IPS ビレッジと IPS スタジアムの間に、新店舗、IPS ステージを建設することで、インターパーク FKD タウン全体の回遊性を高めるなど、抜群の集客力を活かした。 経営の立て直しを実行している。福田屋百貨店栃木店園、栃木市役所、東武宇都宮百貨店栃木市役所店かつては、百貨店業態とは別に、子会社の福田屋チェーンがスーパーマーケット事業、福田屋マートを、もうかしの郊外で展開していた。現在は、百貨店本体の食料品売り場として、スーパーマーケット事業が継続しており、福田屋チェーン名義で、 CGC グループに参加している。ありがとうございます。